この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、中日のドラフトの結果の動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白かったらチャンネル登録してください。ドラフトの予想動画を見返すと、私の予想はことごとく外れている。予想は外すものだぜ。予想が当てられるなら、今年の野球の順位は誰も外してなんかいないぜ。当てられなかったのは悔しいが、ドラフトの紹介はさせてほしい。今回はヤクルトのドラフトの選手を紹介していこうと思う。私はヤクルトが獲得した方がいい選手の動画で、再来年以降活躍しそうな選手と外野手を挙げた。微妙に惜しいと思うぜ。今回のヤクルトのドラフトは即戦力のピッチャーが中心で、あとは普通に外野手を獲得していた。週刊ベースボールの採点は70点。ナンバーの小関さんの採点は65点だ。結果がわかるのはあと3年後だぜ。まずは1位の法政大学の山下光選手だ。カープの時に紹介していたぜ。最速151キロの大型サウスポーで、制球力がむちゃくちゃいい。ヤクルトのスカウトの方は、石井和久監督のような大型左腕としてやってくれると期待している。とは言っているが、タイプが結構違うぞ。コントロールはいいし、ちょっと変則気味な投げ方だしな。球質が重そうなので、神宮で結構重宝されそうな選手だな。続いて2位は明治大学の丸山和也選手だ。丸山選手もカープで予想してたぜ。俊足の左の外野手で、足が速く盗塁がむちゃくちゃうまい。ロッテの佐藤俊也選手から盗塁をした記録があるんだったな。広角に打ち分けるバッティング技術も魅力で、投手だったこともあり方も強く、走攻守揃った選手だ。足が速いのはかなり魅力的だぜ。3位は日本通運の柴田大地選手だ。柴田選手は DeNA の時に紹介してたぜ。最速156キロの右腕でヤクルトのストッパー候補だ。実際ヤクルトのスカウトも、今年は左投手が補強ポイントだったが、その方針を曲げてでも指名したい選手だった。将来的には、ストッパーになってほしい。と語っている。期待しかされてないぜ。実際むちゃくちゃいい投手に間違いはないから、ストッパーで出てきたら震え上がるしかないかもしれない。4位は宇部工業高校の小森幸太郎選手だ。小柄の右打ちのショートだぜ。今年の夏の大会では3試合で11打数10安打と打ちまくった選手だ。むちゃくちゃヒットメーカーだぜ。高校通算26本とパンチ力もあり足も速い。期待せざるを得ないぜ。今後の成長次第では大化けしそうな選手だ。小柄だけど体格はがっしりしているし、神宮のスタンドにボールを叩き込みそうだぜ。5位は共栄高校の竹山日向選手だ。高校生右腕だぜ。ストレートの最速は151キロで、変化球はスライダー、スプリット、カット、ツーシーム、チェンジアップ。体格もしっかりとしており、将来のローテ候補になれる逸材だ。しっかり2軍で育成すればいい選手になりそうだぜ。甲子園に出ていれば、むちゃくちゃ話題になった素材だそうだから、本人の夢の一つの160キロが出せる投手に育ててほしい。最後に育成選手だ。信濃グランセローズの岩田幸弘選手だ。足の速い左の外野手だぜ。打撃もコンパクトに打ち分けることができ、一塁到達タイムは4秒を切る。むちゃくちゃ足が速いぜ。年齢は24歳と少し高めではあるが、リードオフマンになれそうな逸材だ。この中から未来のスターが出てくると思うとゾクゾクするな。ヤクルトのドラフトは結構独自な感じで調べていて面白かった。今後のドラフト選手の成長に期待だぜ。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。